張ってまず白鵬のは顎を上げてね、はい、こうして少しいなして横から攻めるとか、ずぶり二本差し、はい、そして寄る、それしかないと思います。胸があって止まってしまったらちょっと、はい、勝ち目がないんじゃないかなと思います。その結びの一番に向けてこれから幕内の後半戦、早々と今花道の奥の極天鵬の姿が映し出されましたが、今日は幕内の後半で相撲を取ります。今場所初めて後半に登場してきます。まあ、十両陥落もやむを得ない星勘定、西の前頭11枚目でここまで3勝11敗幕内在位が99場所目、あと1場所で幕内100場所という大台に達するわけですが、まあ、本来、本人はここまでずっと一貫して十両に落ちてまでは土俵には上がらないと公言してきました。まあ、心の中は何とも今測ることはできませんが、おそらく極天鵬自身は心に一つのことを決めてこれから花道を入ってくるものと思います。これ、今日勝ったとしても残るのは無理なんでしょうね。相当厳しいですね。最後の土俵かな。まあ、幕内最高優勝も果たしました。戦後最年長の幕内力士として40歳での、しかも勝ち越しが40歳で3回もあります。何か最後の土俵だからしっかり取ろうという、はい、そんなような表情にも見えますね。そうですか。次の秋場所の初日が実は41歳の誕生日、レジェンドと言われた極天鵬の真骨頂はやはり一昨年37歳の夏場所での優勝でしたが、まあ、その優勝という勲章を持っているからこそ極天鵬本人はやはり幕内最高優勝を果たした人間が十両ではねという言い方をします。別に十両が幕下に落ちるわけじゃない、はい、来場所また再起を期してね、そして上がってくると、それもまた道ですからね、一つのね、まあ、しかし男がそう口に出したんだろうから、なかなかね、そうですね、まあ、いろんなこと人とはもう相談は済ませているとは思うんですが、まあ、極天鵬自身、今40歳、まもなく次の場所の初日が41歳ですが、心に決めて今土俵下に入りました。張った、上手が取れない、はたいた、極天鵬37歳8ヶ月史上最年長の初優勝です。まあ、今でもこのシーンは北の富士さん、思い起こすシーンですね。はい、そうですね、ちょっと胸が熱くなるような思いですよね。まあ、この幕内最高優勝もそうですが、その他大相撲の歴史に残る数々の記録をこうして、まあ、打ち立ててきたわけですが、幕内出場回数はもうすでに1位です。そして、まあ、来場所以降ももう少し取れば記録を塗り替えるという歴代1位に到達する記録もあるんですが、今場所のこの成績では十両陥落がもう免れることができません。まあ、今日は若の里、同期の平成4年、初土俵の同期生若の里が十両で今日敗れて4勝11敗、来場所さあ土俵に立てるかどうかという、まだ正式な若の里自身の口からは話はありませんが、そういう微妙な状況です。平成4年春といいますと160人の受験者がいました。いわゆる若鷹ブームと呼ばれて、そして合格者も151人、そのうちのこうして極天鵬と若の里2人が幕内、そして十両関取として
長い間頑張ってきました。愛知県体育館がものすごい歓声に変わりました。旭天鵬が土俵に立ちます。対戦相手7勝7敗の栃ノ心です。栃ノ心東前頭筆頭ジョージア六つけた出身春日野部屋西方旭天鵬西前頭十一枚目モンゴル奈良井派出身友綱部屋呼び出しは四郎行事は木村慶之助であります。メッセージを少しご紹介します。岐阜県の20代の女性から、小学生の頃から旭天鵬関を応援しています。たとえ十両に落ちてしまってもやめないでくださいというメッセージをはじめとして、巡業で金沢にいらした時にサインをいただきましたという30代石川県の女性、旭天鵬関のファンです。たとえ十両でも幕下でも勇姿を見ていたいです。こうしてたくさんのメッセージも今場所旭天鵬に徐々に終盤に差し掛かるほど、寄せていただきました。本当にありがとうございます。全部合わせると、旭天鵬だけではありませんが、全てのメッセージ合わせますと1300通を超えるメッセージを頂戴しました。皆さん本当にありがとうございます。さあ7勝7敗の栃ノ心と3勝11敗本人の心の中は誰にも分かりませんが、西の土俵に旭天鵬、一つの、おそらく大きな決心をしてこの千秋楽の土俵に上がっています。今日が初土俵以来1871回目の土俵です。時間です。組み合いました。右四つ、これは栃ノ心も十分の形。寄り切り栃ノ心の勝ち。栃ノ心勝ち越し。そして旭天鵬は3勝12敗でこの場所を終えました。土俵から降ります。旭天鵬、そこに大歓声が沸き起こっています。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切り栃ノ心の勝ち。最後の相撲、今場所最後のこの千秋楽の相撲も右四つにはなりましたが、結局栃ノ心の十分の形でした。ね、懸命に力出しましたけどね。
向正面舞の海さんどうでしょうか。あの最後花道を引き上げていくときにですね、はい、この惜しむような歓声ですよね、拍手。いやこれはこう何かこう向こう正面から見ていてもじんときましたし、子どもの頃あの高見山関が惜しまれながら引退していった、そうでしたね、あれだけこの愛されたハワイから来たあの高見山関、あすごいなと思いながら見てたんですけど、その時のことを思い出しました。